どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は高知ピクルズに会いたーい、ということで今日はバンバン3に出てくるいろいろな新キャラだったり、みんな大好き高知ピクルズをね見つけるために巨大な迷宮バックルームズに入り込んでいきたいなと思います。高知ピクルズ好きな人、高評価とチャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました、バックルームズの世界へようこそ。アップデートでまたちょっとなんかここら辺雰囲気変わってるね。見てみんな、新モンスターいる。これナブナブのなんかグリッチバージョンとか、シェリフドットスターのなんかグリッチバージョンとか結構いっぱいいるねここら辺に。ということで今日はですね、この巨大な迷路バックルームズに隠されたモーフスって言われるね、着せ替えできるアイテム、その中のアップデートで皆さん見てください、高知ピクルズがね追加されてたんよ。さらにね、ヌードルズ忍者とか結構ね、いろいろバンバンのキャラクターのシリーズがね、アップデートで追加されてるんで、今日はピクルズをゲットしに行きたいなと思います。よし、じゃあみんな、迷宮に入る前に前回買ったね、ここ、このね、オピラバード戦士みたいなやつ、これ装着するとめっちゃ速くなるよね、足で。これ確かね、無敵なんよね、足速いのに無敵っていう、このチートキャラクターがね、俺前回買ったんで、見てください。ほら、本当やったらね、この子ベンっていう子にね攻撃されてダメージ食らってゼロになったら死んじゃうんやけど、体力が。このオピラバードに乗ってると俺はね最強の戦士なので、また今日もこのオピラバードに乗りながらちょっと高知ピクルズ探しに行こうか。前回から一回も行ってない場所とかいっぱいあると思うから、ちょっとどんどん行ってみようか。どっち行こうか。こっちらへん行ったっけ。ここ行ってないか。あ、こっち行ってないか。こっち、こっちなんだろう。こっちどんどん行ってみよう。お、うわー、なんかここら辺めっちゃ落ちてるな。ちなみに、ね、こういう丸いやつ、こういうやつを集めるといろいろキャラクター、お、バンバン、一番最初バンバンなんだ。で、獲得したモンスターにこうやってね変身できるんですよ。可愛いな、バンバンいいね。よし、じゃあどんどん集めていこう。この上にも1個あるんやけど、オッケーオッケー、取れたか。オッケー、なんかよくわからない黒い、あー、なんか青いやつ、ありがとう。いや、俺はね、バンバン、お、ジャンボ助手ゲットしました。あ、これ、あ、これエレベーターで引かれてるジャンボ助手だ。このジャンボ助手切り抜いてるんだ、ここ。いいね。まあ、こんな感じでね、どん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 ゲットしていこう。オッケー。お、なにこれ、なんかよくわかんない。あれもバンバンのキャラクターだったかな。で、こういうね、アイテムとかもしっかり回収しながら、いつか高知ピクルズを俺は必ずゲットするよ。こっちはどうだ、こっちも行ってみ、あー待って、ここは、オッケー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 、おー待って、これあれじゃん、スローセリーヌだ、スローセリーヌ。うわー、なんかめっちゃあるじゃん。やっぱここら辺すごいいっぱい残ってるな、めちゃくちゃ。お、なにこれ、ブルーのバンバンバージョンって感じかな。おー、なんか黄色ナブナブ、おー、クリスマスブルー、いいね。ちょっと大変だな。あれ、これはこっちは、あー、そうだそうだ、これ前回行ったかな、前回前々回ぐらいに行ったかな。ここもね、別のルート行けるんやけど、とりあえずここに残ってたら全部解除しろ。ピカチュウピカチュウなんかいたっけ、ここに。オッケー、これで一応全部回収したかな。ここも確かね、別の異世界飛ばされた気がするんやけど、うわぁ、めちゃくちゃ、やばい、死んじゃう、危ない、ここめっちゃ残ってるなぁ。お、なんだこれ、オピラバードアマンガスケット、いた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 、やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう。ちょ待って、これね、倒そうか、この子。この子倒そう。これに乗って攻撃すればいつか倒せるよね、これ。おりゃ、いや、せいや、倒してゆっくりアイテム回収したいね。あ、倒したかな。あー、よし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 。このオピラバードマジ強いんよな。おい、なにこれ、怖っ。なんかとんでもない顔のオピラバードゲットしました。なんなんだこれは。ちょっとリアルだな、顔が。いいね、めっちゃ残ってるな、この辺。やっぱりすごい残ってたか。こっちは、お、てかなんかバンバンのキャラクター多くね。オッケー。 あ、待って、え、あ、いた、死んじゃった。ちょっと待って、今ピクルズ、こんな奇跡ある。え、ピクルズゲットしちゃった、来た。え、こんな序盤でゲットできると全く思ってなかった。高知ピクルズみんなゲットしちゃいました、すでに。すげえ。かわいい高知ピクルズ。いや、この前の動画ではね、助けてくれてありがとう。多分ね、今までのバンバンシリーズの中で高知ピクルズが好きっていう人はね、一番多いと思う。高知ピクルズ好きな人、高評価よろしく。高評価が多かったら多分みんなも高知ピクルズのこと好きってことだよ。俺の目標一瞬にして叶っちゃった。え、じゃあちょっと忍者ヌードルズ探しに行こうか。次は忍者ヌードルズとか、他にもいろいろね、ほら、ハンターティームとか、あ、ニブラーいるじゃん、ニブラー。え、ニブラーゲットしたいな。ニブラーと、高知ピクルズ、どっちもゲットしたらちょっと良くない？ちょっとさっきのところにありそうだな。よし、戻ってきました。じゃあ、ここで残りのやつも全部回収しちゃおう。
俺ね難しいよねここ。 OKOKOK、待って、あの上ってどうやって通んの。え、届く、いける、あ、いけるいけるいける。お、なんだこれなんか白色のクマみたいなゲットした。これ誰、あ、これ X って書いてるからアルファベットロアのキャラクターか。ここ、 OK、 素晴らしいよ。お、なんかおじさんゲット。あ、落ちちゃった。で、ここ乗る、 OK。で、ここのまず1個取って、うわ、三つ首ジャンボ女子でかいいね、この玉座に座らせてやろう。よし、じゃあ、こっちにも1個あるね。こっち先取っちゃって、うわ、ゾンビブルーゲット。 OK、 戻ってきました。ここにも下にも1個あるけど、上の方を先取りに行こうか。で、帰りに下に戻ればいい感じに全部回収でき、お、これはサイレントスティーブの青色。あ、待って、取りたい、やばい、死んじゃう、あと一発使ったら死んじゃう、危ないちょっと取りに行こう。あれも、これこっちからギリギリなんか突起そうだ。あー、取れるじゃん、ほら。 OK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 。 で、ここは以上かな。よし、じゃあ戻ろうか。 OK。 で、こっち側の上にさっき行った場所があるよね。ほらほら、ここから来たから、この下のこっち行ってないね、まだ。うわ、マッチョ犬がいる、危ない危ない。マッチョ犬ちょっと倒そうか一回。 OK、 ブルーのちっちゃい子をゲットして、おりゃあ、とりゃあ、せやあ、とりゃあ、とりゃあ、あ、強いの意外と。よしよしよし、倒した倒した倒した、よしよしよし。で、これで安全に全てを回収。うわ、なんかメタリックブルー、なんかわかんない女の子、バンバン。お、ここはハンマー開けれる。あー、1個残ってんね。よしよしよし。じゃあ、こっちもどんどんゲットしていこう。うわ、なにこれ、新キャラ、バンバンの。このゲーム特別の新キャラとかもいるからね。うわ、なにこれ、かっこいいなんなんだこれ。おー、なにこれ、かわいい。いろんなキャラクターいっぱいいるからね、このゲームにも。すげー。やばい、ちょっと待って、犬が生き返ってる、犬が生き返ってる。まずいまずいまずい、ちょっとこれ全部回収しちゃおう。オッケーオッケーオッケー。お、待って、サイレントスティーブだ。ちょっと待って、一回こっち逃げて、なんかこっちにもね、部屋あるよね。あ、入れる、あ、入れるね。オッケー、ここにも1個残ってたんだ。カンオケブルーゲット、よーし、これでゲットしました。すげー何これ、カンオケに入ってるブルー、いいね、かわいいな。でもこれはこれで、よし、じゃあ次のルートも行ってみようか。だいぶ今日ももうすでに集めたけどな、もう30個くらい集めてない、今日だけで。ガーデンオブボンボンのとこ行ってみようか。じゃあ、もしかしたらここに追加でバンバンキャラクターもね、追加されてるかもしれない。お、これは第2のコーチピクルズゲットしちゃった。なんか口になんかキノコみたいなの食べてるコーチピクルズゲットしました。かわいい。これで全てのコーチピクルズ俺回収できたかもしれない。あ、やば、入れないこれコーチピクルズ体でかすぎて入れないよこれ。あとはヌードルズ忍者だ。ヌードルズ忍者どこにいるんだ。ヌードルズ忍者はシアタールームいたし、ゲームマットネスも行ってみる。じゃあここいろいろと、ここもね、ここにね、隠し通路もあるよね。これは覚えてる。あー、でももう ないか、やっぱり新しいのは。何やら怪しい。あ、待って、あるじゃん、そこに。ここにも一個ある。ゲッチュ。あ、あ、ヌードルズ忍者。いや、でもこれ、俺が求めてるやつじゃないな。おー、でもすげえ、うわ。グロ。これでもちょっとあれだな。グロいバージョンヌードルズ忍者って感じだ。うわ、でもなんかめっちゃでかい。いいね。え、でも一種類目見つけたのは結構でかいかもしんない。この調子で本当のヌードルズ忍者も見つけていこう。ってことは、ここら辺にあんのかもしんないな。いろいろと。ほら、スパイダーマン助手。おー、なんかいろいろいるね。うわー、広い。もう大量すぎるよ。大量すぎる、マジでキャラクター。ほらほら、もう全部回収しちゃう、俺。あ、なんかかっこいいな、これ。すべてを回収するぞ。すべて、おお、ブルーもゲット。よくわからん。なんか、バンバンの、おお、なんかいっぱいゲット。お、スティンキージョエルだ。あ、待って、スティンキージョエルゲットした。そうだ、スティンキージョエルも探してたよ、俺は。かわいい。スティンキージョエルはね、臭いからね、みんな。近寄ってはいけないよ、近寄っては。臭い匂いがずっと体に染みついちゃうからね。これも全部回収しよう。やばい、なんか豚が、ポプテピピックがすごい、あ、追いかけてくる。危ない危ない。ここら辺のやつも全部回収しよう。お、これは誰だ、わかんないね。なんかハンド、ザハンドみたいなやつゲットしたり、豚さん、よーし、あらかた回収したね。バンバンコース一回全部チェックするのもありだな。あー、いいか、やっぱ追加されてんね。おー、なんかキリン、キリンのキャラクターなんていたっけ。おー、なんかかわいい。あ、口ここにあるな。ここにもあったわ、可愛いこのキャラクター。ここにも1個あるね。お、あ、これはガーデンオブポンポンこれガーデンオブポンポンのやつじゃん。ガーデンオブバンバンじゃなくてガーデンオブポンポンっていうゲームもあるよ、みんな。実は実況撮ってるんでね、よかったら見てみてね。概要欄に載せておきます。ガーデンオブポンポン懐かしいな。そういえばチャプター2来ないんかな。ガーデンオブポンポン、ここも1個あるね。お、バンバリーナホラー、
よし、じゃあ反対側も全部チェックしてみようか。まあ、絶対に一キャラぐらいは残ってるだろうと。ナブナブくんこんにちは。動かなくなってるね、ナブナブくん。普段やったら絶対俺のこと追いかけてきてるのにここにも一つあるね。あ、来た、あるじゃん。やっぱり来ました。皆さん、ヌンジャヌードルズ。ヌンジャって何、忍者ヌードルズ。これで俺のラストピース揃ったね。よし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 。まあ、この辺も全部回収しちゃおう。うわ、なんかよくわからんキャラクター。うわー、なんか、すごいいろいろキャラクターいるんよね。全部集めちゃおう。うわー、なんかかわいいこのキャラクター。何これ。うわー、かわいい。なんかティラノサウルス、ザウルスみたいな。よくわかんないけど。かわいいな、これ。あ、今までで一番ありかもしんない。あ、スティンキージョエル。こっちなんか追加されてない？ゾルフィアスコーナーなんかあったっけ、これ。待って、みんな、新しいステージ追加されてる。ほら、あ、待って、そこにある。あ、オッケーオッケー、取る取る。待って、めっちゃ追加されてるじゃん。やばすぎる。うわ、すげえ。新しい場所だ。ここ、多分、チャプター3のものを全部追加してるんだ。あ、すげえすげえ。今のもあれだな。まあ、前回やったゲームのやつだ。うわ、すげえ。あ、これは、あ、ギバニウム。さらにいっぱいいろんなキャラクター出てきた。こっち追加されてたんだ。あ、ステッキージョイル、メガ真っ赤バージョン、キノコマンいいね。あ、ここ来た来た、ここだ。コーチピクルズと戦ったところじゃん、これ。最初ここのね、コーチピクルズのところはめっちゃ嫌いやったけど、あ、待って、あそこになんかあるけど、これどうやって取りに行けって言うんだこれ。階段でもいいけどジャンパーがいいよって言って。何ジャンパーって。あ、こっちから行くのか。すげえ、こんなにもいっぱい追加されてたなんて全く気づかなかった。こっちか。で、こっち上がっていけばいいって感じかな。オッケーオッケー。え、でもこれ上がれなくない？いけるか。オッケーオッケー、よし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 。コーチピクルズ、今日も俺の勝ちだバンバリーナの、なんかちょっと機械仕掛けバンバリーナゲットしました。すげえ、こんな感じになってたんだ。あー、待って、こっちにもあるね。あー、これちょっとあれだ。あの、チャプター2の最後みたいな感じになってるんだ。豚さんいるね。うわ、なんかちょっとスローセリーヌ。もう完全に名前覚えちゃった俺。ティラノドロン。これはこれなんか拾えないんかな。あ、拾える。やっぱりなんかどっかのタイミングな角度によって拾えないとかあるんだな。おお、ナブナブスクーター、パルクール。なぜ説明がいるのか。君はもうここまで来たのにって書いてるね。説明はいらないよ。俺は感じるタイプの人なんだ。説明よりも感じたい全てを。 OK、 ここでラストかな、新ステージ。あ、じゃあここも行ったね。オッケー、じゃあこれで一応新ステージクリアしたね。あ、待って、危ねえ、もう一個あるじゃん。ここ、よーし、取ったなんか変なキャラクターゲット。おー、なんかすごいな、新キャラばっかり。大量すぎる新キャラ今日もということで、今日もめちゃくちゃいい感じにいろいろゲットできたんじゃないか。目標だったね、コーチピクルズのなんかちょっと色違いバージョンとか、普通のコーチピクルズ、これも可愛いね。あー、なんかそのダイナソーも可愛いよな。忍者ヌードルズもね、ゲットできました。よかったよかった。おー、いいね、こんにちは。おー、いいねいいねいいね。ということで今日はね、無事にコーチピクルズ見つけることができました。みんなもね、コーチピクルズ見つかってよかったと思ったら高評価と。まだまだね、このゲームいろいろなモンスターたちがね、存在してるんで、次はどのキャラクターとか見つけようかな。あ、てかこれとかもさ、これバウンシーベアじゃない？これよく考えれば。バウンシーベアもね、前回動画でやったんでね、よかったら見てみてね。これもね、可愛いキャラクターなんよね。ということで、この動画楽しんでくれたら高評価と、チャンネル登録をしてくれたら、また次回ね、いろいろなキャラクター見つけていきたいなと思います。ということで、コーチピクルズの友達、ノーワンでした。また明日、バイバーイ。